大作戦本部さんいらっしゃいますか。大作戦本部、あ、はい、はい、ファンケルさん、あ、はい、2018アット横浜開幕式を始めさせていただきます、私は本日司会進行させていただきます水道局の堀越と申します。笑顔でお願いいたします。横浜市水道局はですね、毎年夏に打ち水を行っております。今年度の中華街の打ち水はですね、開幕打ち水大作戦としても、位置づけられております。東京以外で開幕打ち水大作戦をするのはなんと今回が初めてとなります。打ち水大作戦本部さんとコラボレーションして盛り上げていきたいと思います。本日を皮切りにですね、今年度はセンター南のモザイクモール港北、馬車道の横浜アイランドタワーで打ち水を開催いたします。本日は横浜の記念すべき打ち水スタートの日として中華街にお越しのお客様と盛り上げていきたいと思います。それではまず主催者を代表いたしまして、横浜市副市長小林和美より皆様にご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは、お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。今日は本当にいい天気で、まあ、いい天気が続いてまして、打ち水よりもかけたいぐらいですけれども、横浜市はですね、今ご紹介ありましたように、まあ、打ち水ということもやってございますけれども、環境先進都市として、まあ、地球温暖化にいいことしようということをやってます。ですから日本古来のこの打ち水、まあ、余ったお水ですとかお風呂のお水だとかを使って、環境に優しいことをしようというのが一つ。それから今日はこの中華街でやるのは10回目になります。打ち水がですね、10回目になりますが、いろんな方をお迎えしておもてなしをするという意味もこの打ち水がございます。ですから地球に優しいエコ活動と、それからこれから、ラグビーオリンピックが、ラグビーワールドカップが来年、再来年はこのすぐ隣で野球ソフト横浜スタジアムでやります。横浜国際競技場ではサッカーの決勝が行われることも決まりました。そうした国の内外からですね、お客様を横浜なりの、あるいは中華街なりのおもてなしをするということで、この打ち水ということでございます。本日はですね、環境省の大気生活環境市長の吉川様にもいらっしゃってもらってますけれども、日頃よりこの水道局のお水の130年前から水をいただいております、道志村の水源林に、の水源林の保全にですね、非常にご尽力いただいております、株式会社ファンケル様、それからメタウォーター株式会社様にも今日来ていただいております。それから今もご紹介ありましたけれども、日本水フォーラムという組織がございます。なんとですね、オリパラあるいはラグビーのトップをやっていらっしゃる 森喜朗様がですね、会長をやっている日本水フォーラムという組織がございまして、数々の打ち水大作戦をやってまいりました。その作戦本部がですね、その打ち水日本水フォーラムさんにありまして、今回は初めて10年間続いてようやくここでやってくださいという思いが通じまして、この中華街で開幕式ということになりますので、ここからこの夏の打ち水が全世界に、全日本にですね、広がることになります。日本中で行われると毎年500万人の方がこの打ち水に参加するという一大イベントになってございます。
まあ、こんな形で内外のお客様をおもてなしをする、それから地球にいいことをするということで横浜市を挙げてこの活動をやっています。まあ、最後にですね、この活動をひたすら10年間やってきたことにお力をいただいてございますのが、この中華街の地元でございまして、中華街発展会協同組合の今日は高橋理事長様もいらっしゃいますけれども、中華発展会協同組合の方々、それから中華街の方々にですね、支えられて、10年目を迎えることになりました。次のステージに向かってエコ活動と環境保全活動と、それから CO2 削減を迎えたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。そんなことを頭に描いて水をまいてください。今日よろしくお願いいたします。